3年生、4年生で組んでいますテリーベリーという方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、一気にしっとりとしましたが、はい、そうですね、はい、僕たちこのような、片思いの曲を、はい、女性の歌ってる曲を男性リードでお送りしているグループです、はい、そうです。2曲目お送りしましたのは奥花子さんで恋という曲でした。はい、めちゃんちがずっと歌いたいと言っていた。そうですね、曲で歌いたい、まあ、千葉さんに歌ってもらいたいと。そうですね、わかるでしょ、曲ですね。わかるよ、わかるよ、わかるよ。すごいもう面白いくらい視線が。そうですよね、もう女子の、女子のもう、うん、ときめく目と男子の嫉妬の目がありがとうございます、ありがとうございます。たたまるもんな、湿気を送るのよ、ありがとうございます。まあ、っていうのも、この曲すごい思い入れがすごい、高校の1年生の時に片思いしてた時に、その好きだった人に教えてもらった曲。実はです、実はですよね、だったんですね。まあそんな感じでね、こうやりたい曲をやっているグループです。最後のことになりますが、はい、次の曲をお送りしたいと思います。はい、はい、2曲目も片思いの切ない曲で、きっと皆さんも片思いしたことがあると思うので、自分のそういう時の気持ち、今片思いしてるっていう人はその気持ちをこう思い浮かべながら、千葉翔さんこうまた顔見しながら切ない気持ちで一緒に聴いてください。ただそしてこう見る前にこう楽譜を作った俺も経由してくれるから、そう大事、こうやってこの千葉翔さんがキラ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 してるのは、この久保田さんの素晴らしい楽譜があってこそです。皆さん男性陣ニコニコして、めっちゃニコニコしてますね、はい、心を込めてとあるので、自分に当て込めながら聴いてください。はい、2曲目が、阿部真央さんのあなたの恋人になりたいのです、です。昨日送ったメールの返事はやはり夜が明けた今も来ないまま、ああ送らなければよかったな、悔いだけが募ります。西の空